それでは続きまして、K-1 ワールドグランプリ2016スーパーフェザー級世界最強決定トーナメントを制しました、浦部晃也選手の登場です。それではセンターのビデオカメラに目線をお願いいたします。ありがとうございます。どうぞご着席ください。それでは浦部晃也選手に昨日の戦いを振り返ってコメントをいただきたいと思います。お願いいたします。そうですね、昨日は本当に厳しいトーナメントだったんですけど、こうやって本当に3試合厳しい試合を勝ち抜けて本当に嬉しく思っています。はい。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。1日3試合でしたけど、ずばりどの試合が一番きつかったとか、どの試合がこう難しかったとか、何かありますか？まずは初戦ですね。カリン・ベノーイは本当にタフな選手なんで、ここで削られても、また同じような日本トーナメントの時のような感じになってしまうと思ったので、なるべく攻撃をもらわずに一方的に攻めるということに本当に集中して、実際その通りにできたので、あとはもう2回攻めになったらもう勢いでいけるかなと思いました。はい。はい、バウトレビニハです。ベノイ選手とは以前戦いましたが、はい、で当時と比べて自分の成長だったり、相手の、向こうも研究はしてきてたと思うんですけど、その辺違いというのは感じましたか？そうですね、相手のレベルはどう上がったのかは、あまりは感じなかったんですけど、僕自身パンチの打ち込みとかは本当に手応えがあったっていう感じがあったので、そういう部分でいろいろ試せたかなと思います、試合は。他にご質問のある方。最初その小宮山浩介選手が上がってくるっていうのが決まってたのが、ちょっと相手が変わってとかっていう、その時のその気持ちの切り替えだとか心理状態みたいなのはどうでした？作戦の切り替えとか。でもある程度、頭の中ではイメージはしていたので、はっきり言ってどっちが来ても僕自身いけるとは思ってたので、一方的に倒しにいけるとは思ってました、どちらが来ても。なんでそこら辺の不安は感じてなくて、うまくこう対戦相手が変更されたから、うまく気持ちも切り替えて臨めましたね。はい。昨日のお話でもそのダメージを負わないことっていうのを、足のダメージを負わないことっていうのが大事だって話されてましたけど、その辺がうまくいったトーナメントだったでしょうか？そうですね、僕自身やっぱりタイガ選手が一番勢いあったので、どうしてもやっぱりもし決勝上がってくる確率がやっぱ高い選手だと思ったので、やっぱりローは蹴りたいという、どうしてもだから残しておきたかったですね。はい。
他にご質問のある方。あのタイガー選手の決勝はもうあえて短期決戦ですぐ終わらせようというのはもう決まった時から考えてたんですか。そうですね、もうあの自分のプランの中には入ってました、もう作戦通りですし、うん、まあ、強引に詰めてタイガー君 の、 あの距離で戦わせないっていう、はい、あと試合後あのものすごく喜んでてなかなかあんな喜び今までなかったと思うんですけど、はい、つまり終わった時とか優勝した瞬間ってどんな気持ちでしたか。そうですね、4月の日本トーナメントの時にあの今までにないぐらい本当に悔しくて、本当にあのどうしようもないぐらい悔しくて、で、なんですかね、もう自分自身何か変わんなければもしあの世界トーナメント出ても勝てないと思ってたんですよね。で、それであの本当にあの練習量も上げて、であのウエイトの量もあの上げて、でミットの打ち方も変えて、本当にあのいろいろあの自分のなんですかね、可能性を、うん、信じてトレーニングをしてましたね、はい。他にご質問のある方。日刊スポーツ吉池です。昨日も出た質問なんですけど、やっぱりどうしても次の世界、タイトル復帰に向けての試合っていうのが浮かんでくるわけですけども、ちょっと休みたいっていう話もありましたが、今の気持ち改めて昨日と気持ち少し落ち着いたところでどうでしょうか。そうですね、まあ、僕自身あの試合終わって1日考えたんですけど、世界タイトルへ の、 あの本当に挑戦権は僕は持ってるんですけど、まあ、あのよく考えて本当にあの出した答えは、この挑戦権は、辞退させていただくという形で考えています。まあ、先まあ昨日もお兄さんが試合後肩車してくれたりとか、やっぱりもうなんていうんですか、もう戦うって感じはあんまりないですかね。そうですね、うん、やっぱりあの同じ兄弟ですし、うん、まあその気持ちはあったんですけど、もあるんですけど、まあ何よりあの僕自身も、60キロという階級が、本当にあのいつ失敗するかぐらい本当にあの厳しくて、それであの今回をもって、60キロは卒業させていただこうと思っています。そしてあの僕自身、次の目指すところは、2月のライト級のトーナメント、ここを本当にあのまた2階級制覇という、夢を持ってあのエントリーできたらなと思っています。すでにその辺は、K1 実行委員会側に伝えたりとか、あと会長とかに伝えたりとかっていうのは、今回あ今の記者会見が初めてなんですけど、まあ、これからどうなるかあの判断していただくっていう形にはなると思うんですけど、僕自身も60キロでは、やるつもりはないです。もう本当にあの次の目標はさらなる高みに持っていきたいんで、2階級制覇、ここを目指しています。まあ、ちょうど先ほどの会見であのゴンナパーが65から落としてくるっていう、落としてきて、まあ本来のベスト体重は 62.5 キロだから、あの K1 で上がるならそっちの体重 で、 でトーナメントもあの出てみたいという、まあ、意欲を示していたんですが、ひょっとすると当たるかもしれないですけど。いや、 やりたいですね、はい、僕自身あの、うん、62.5 で強い対人と戦いたいと思っていたので、
こうやって本当に適正体重の 62.5 のライト級の本当強い体重が出てきて本当に嬉しく思っているので、ぜひそのトーナメントでやってみたいなと思っています。他にご質問のある方、よろしければ質疑応答を終了させていただきます。小林選手、お疲れのところありがとうございました。おめでとうございました。どうぞご登壇ください。